新型コロナウイルス感染症の世界的流行、新型コロナウイルス感染症による社会、経済的影響スポーツへの影響東京2020大会への影響東京オリンピックのボクシング競技会場となる国技館2021年に開催された東京オリンピックパラリンピックはもともと2020年の7月24日から8月9日と8月25日から9月6日に かけてそれぞれ開催される予定だった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、2020年3月24日、日本の首相、安倍晋三と国際オリンピック委員会会長のトーマス・バッハが電話会談を行い、1年程度日程を延期して2021年夏までに開催することに合意し、直後に実施された IOC 理事会で決定した。 2020年3月30日 IOC と大会組織委員会東京都日本政府はオリンピックの日程を2021年7月23日から8月8日パラリンピックについても同年8月24日から9月5日に開催することで合意した開催の延期は近代オリンピック史上初めてのことである2020年1月 新型コロナウイルス感染症の発生により、大会の競技者や訪問者が受ける潜在的な影響について懸念が持ち上がった。その近年の大会でも、国際オリンピック委員会は感染症の脅威に対処していたが、2016年リオデジャネイロオリンピック時の自家熱の場合と異なり、SARS コロナウイルスには人から直接感染する可能性があり、 また2010年バンクーバーオリンピック時の新型インフルエンザの場合と比べ COVID-19 の致死率は高く有効なワクチンも2020年12月まで承認されたものはなかった IOC 委員のディックパウンドは2020年2月に開催の可否は2020年5月までに決まると発言しその後の会見で1年延期の可能性があると言及している IOC は2020年3月17日に臨時の理事会を開き、東京大会について予定通りの開催に向けて準備を進める考えを示したが、2日後の19日には IOC のトーマス・バッハ会長が、米ニューヨーク・タイムズの取材に対して、もちろん違うシナリオは検討していると述べた。2020年3月24日夜、日本の首相である安倍晋三は首相皇邸にて、 IOC 会長のトーマス・バッハとオリンピックの開催延期について電話会談した。安倍は2021年の開催を提案し、バッハがこれに理解を示した。また、会談に同席した東京都知事の小池由里子は、その後の記者会見で大会名称は東京2020のまま変更がないことも確認されたと発言した。これらの直後に実施された。 IOC 理事会で延期が決定した。開催時期については猛暑を避けて春季に開催する案も出ていた。春季開催は大型スポーツイベントとのバッティングが少なく、当初懸念されていた猛暑の問題も解決できるとされた。しかし感染症収束までの期間や予選日程などを考慮し、当初の日程をほぼ1年スライドさせる7月の開催で最終調整が行われた。 なお一部では当初の日程をほぼ2年スライドさせた2022年夏に開催する案も出ていた。2020年3月30日大会組織委員会 IOC 東京都日本政府は2021年7月23日に東京大会を開会することで合意した。延期は近代オリンピック史上初で奇数年に開催されるのも初めてのことである。 テニス会場前の検温、感染症対策成果の最下式は2020年3月12日にギリシャのオリンピアで行われたが、1984年ロサンゼルス大会以来の無観客で実施された。ギリシャ国内で予定されていたリレーは、翌13日の途中から中止となった。同月日本に到着した成果は、国内リレーに先立ち宮城、岩手、福島で、 復興の日として展示されたが、その最終日を前に大会の延期が決定。2020年3月26日に予定されていたリレーのグランドスタートが凍結された。成果は日本に残り、2020年9月から日本オリンピックミュージアムにて展示され、11月からは14、道府県の73市町村で巡回展示されることとなった。2020年12月、 東京2020大会の延期と感染症対策にかかる追加費用2940億円のうち東京都が1200億円、大会組織委員会が1030億円、国が710億円を負担することで合意した。大会経費は感染症流行前の試算から22%増の1兆6440億円となった。東京大会が1年に延期された場合の 経済効果の損失は6408億円に上るという推計が大学の専門家から出された。中止となった場合は大会の運営費や観客の消費支出が失われるなど4兆5151億円の経済損失があると推計された。無観客選挙期2021年6月27日東京オリンピックは大会の根幹とも言える観客の扱いが 開幕直前になって2点3点する異例の事態となった。2021年3月20日、5者協議を行い、日本側が世界のコロナ禍の状況を考慮して、海外観客の日本への受け入れは断念することを国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会に伝えた。海外客受け入れ断念による経済的な激は大きく2360億円の 損失になるとの試算も発表されている。5社は6月下旬の会議で緊急事態宣言が出るか、まん延防止等重点措置が延長された場合には、無観客も含めた対応を基本とすると合意したものの、観客を入れるか否かの最終的な判断は先送りとした。7月に入っても観客の有無すら決まらない状態であった。 観客数の上限は6月21日の5社協議で政府方針に合わせて最大1万人と決定したはずだった。上限を超える枚数を販売した時間帯ではチケットを再抽選し6日未明に結果を通知するはずだったが無観客を推す意見が高まったことで抽選結果の発表を先送りする可能性も浮上している。7月上旬まで関係者内では 複数のシナリオが検討されており、あくまで観客を入れる案が基本線であった。2021年7月8日、1と3県の会場では無観客と5者会議で決定した。政府や東京都、組織委員会がギリギリまで模索した有観客の可能性は混乱のうちに継いえた。この時点では1と3県に含まれない宮城、福島、静岡、 北海道の会場では観客を入れると決定していた。茨城県についても1と3県に隣接していることから観戦客を入れるのは困難だとし、一般客の入場を断念し、学校連携プログラムで参加を希望している一部の県内学校のみの受け入れとなった。しかし、翌9日には組織委員会は一転して、北海道での競技も無観客で開催すると発表した。 北海道は組織委員会に対して1と3県の住民が感染しないように求めていたが組織委から実効性を担保する対策は示されなかった。知事の鈴木直道は道民の安全、安心を最優先したと方針転換の理由を話した。さらに翌10日には組織委員会は福島県での協議も無観客で開催すると発表した。 2021年8月16日、東京オリンピック終了後までペンディングにされていた、東京パラリンピックの観客の扱いについて、政府、東京都、組織委員会、IPC の4社による協議が行われ、協議の全会場を無観客とすることが決まった。もともと、東京大会は COVID-19 ワクチンを接種することを前提とせず準備を進めている。 2021年2月には丸川玉よ五輪担当省がワクチン接種を前提としなくても安全安心な大会を開催できるよう総合的な感染症対策の検討を進めていると答弁し大会組織委員会も同様の立場を強調してきたオリンピック・パラリンピックに出場する日本選手に優先接種するかについても4月9日時点では丸川玉よ 橋本聖子ともに全く検討していない。これから先も検討と行う予定はないと否定していた。6月1日には日本選手団への新型コロナウイルスのワクチン接種が本格的に始まった。国内では優先接種との批判の声も上がり、選手らは困惑していた。記者会見では報道陣に対してワクチンに関して選手に質問しないように要請する。 競技団体もあった。大会のボランティア7万人にコビット1 9ワクチンを接種することが決まった。しかし、モデルナ社製のワクチンの1回目の接種が始まるのは6月30日からであり、多くの人は2回の接種を経て十分な免疫を得るのが大会期間に間に合わない。この点を指摘された丸川玉代はそもそもが ワクチン接種を前提としない中で安全な大会を運営できるよう準備を進めてきた。1回目の接種でまず一時的な免疫をつけてもらうということと説明した。厚生労働省のホームページにはモデルナ社、ファイザー社のワクチンとも2回の接種が必要と明記していて一時的な免疫ができるなどという記述はない。2021年7月19日の 野党ヒアリングにおいて大会組織委員会が東京五輪で来日した大会関係者やメディア関係者に対し入国後の隔離期間中であっても15分以内の外出は許可するとの案内板を宿泊先に出していたことを政府は認めた宿泊先の案内板には入国から14日間経過していないので外出簿にルームナンバー出発時間を記載してください 15分以内に戻るようにお願いしますと記載されている。東京オリンピックパラリンピック選手等の感染対策として、東京医科歯科大学医学部附属病院を東京オリンピックパラリンピック指定病院とした。7月15日に開かれたとのモニタリング会議では、新規感染者の増加が今のペースで続けば、五輪閉幕直後の8月11日には1週間、平均の感染者数が、 約2400人に達するとの試算が示された。だが、政府交換は、それくらいなら、大丈夫。中止はない時に止めなかった。さらに翌週の7月22日のモニタリング会議では、新規感染者の増加が今のペースで続いた場合、2週間後の8月3日には1週間、平均の感染者数が約2600人に達し、2週間を待たずに、 第三波をはるかに超える危機的な感染状況になると強い懸念が示された。首相はどのような感染状況になれば中止を検討するのかといったオリンピック開催に関する明確な判断基準を記者会見などで示していない。複数の政府関係者や閣僚は3度目の緊急事態宣言の際に五輪の中止を進言したが首相は取り合わなかったと証言している。 首相は孤立を深め首相に直言する人はほとんどいなくなった。東京オリンピックは2021年7月21日に競技が開始された。7月23日には開会式が無観客で実施された。新型コロナウイルスの感染が首都圏を中心に全国的に拡大傾向が続く中での開幕となり、 大会期間中の2021年8月4日に、茨城県で290人、5日に、東京都で5042人、埼玉県で1235人、6日に、神奈川県で2082人、千葉県で1057人と、それぞれ各開催都県において、過去最多の感染者数を記録。全国でも同月5日に過去最多となる15,192人の、 感染者が確認される事態となり、日本政府は7月30日に開催都道県では、すでに緊急事態宣言が発令されている東京都に加え、8月2日から埼玉県と千葉県、神奈川県も対象地域を追加することや北海道にも、まん延防止等重点措置を適用すること、8月5日に同月8日から福島県と茨城県、静岡県にも、 同重点措置の対象地域に追加することをそれぞれ決定した。この措置は8月31日まで適用されるため、東京オリンピックに加え、東京パラリンピックについても緊急事態宣言下で開幕することになった。7月23日の開会式では一部の国の選手団が入場更新の際にマスクを着用しなかった。大会組織委員会は、 個別に注意しないことを明らかにしたが IOC は露骨な場合は何らかの措置を講じるとの警告を発したプレイブックではマスクの常時着用を選手や大会関係者らに対して求めているまた7月24日には JOC の会長の山下康弘もマスクをせずに関係者と話しているのが確認されたプレイブックに違反するこの行為について 組織委はどう対処したか把握していないとして説明を拒んだ。7月25日、IOC は新型コロナウイルス感染防止策の一部を緩和し、表彰台において時間制限付きでマスクを外しての写真撮影やマスク着用での集合写真を認めることを発表し、即日適用された。7月27日の深夜、ジョージア代表の柔道選手が 東京タワー周辺を観光していたことを同月29日付の日韓現代が報じた。その後、大会組織委員会は同月31日に選手村から観光目的で無断外出したとして大会関係者2人の大会参加資格賞を剥奪したことを発表した。所属国などの詳細は明らかにしなかったが、 同日にジョージアオリンピック委員会の広報担当が資格を剥奪されたのが同国の柔道男子選手二人であることを明らかにしたためこの報道を事実上認める形となった。なお資格を剥奪された選手二人は発表時点ですでに日本を出国している。またこの二人は大会において銀メダルを獲得しているが大会組織委員会はメダルについての剥奪処分は 行わないとしている。ありがとうございます。